こんにちは。東京理科大学所属実験研究サークル、ぼっちゃんラボです。私たちは毎年 MIT で開催される合成生物学の世界大会である IGM での受賞に向けて、空気中の窒素から人に有用なアミノ酸を大腸菌に作らせるをテーマに研究しています。アミノ酸は体を作ったり回復したりするために使われる栄養素です。この研究が成功すれば、貧しい地域に住む人々の栄養失調などの問題解決につながるのではないかと考えています。将来的には人の腸内定着なども課題になりますが、まずは今回の研究で大腸菌の作成に挑戦します。IGMの大会後も私たちの研究をより発展させていきたいと思いますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。